一番目線はですね、この今この糸がありますよ。これ縦糸と言います。 縦の糸に絵を、型絵なんですけど、絵を型で押してあります。その中に横糸を今一本入れて生地を作ってますね。ですから表と裏が同じ柄になります。昔は、まあ、表を着けて、それがだんだん薄れて汚くなったら、それをまたほどいて洗って裏返し、裏をまた表にして着たということです。